私が話す内容は次世代シーケンスデータベース、次世代シーケンスのデータベース、シーケンスリードアーカイブを利用するというタイトルになっておりまして、先ほど富士先生の方からもお話が、次世代シーケンスのお話があったんですけれども、今現在次世代シーケンスを追って実験をやられている方が今いない、いらっしゃらないということでしたので、これは次世代シーケンスから出てきたデータを、アーカイブする公共のデータベースの話なんですけれども、その中に、あるデータを使ってですね、どういうことが、次世代シーケンサーを使えばできるのか、どういうデータが出てくるのかみたいな話をできればいいかなと思っております。よろしくお願いします。で、ライセンス統合データベースセンター、DBCLS といってこの講習会を共催しているセンターから、来ておりまして、特任技術専門員の太田達郎と申します。普段は、公共データベースの仕事をやっておりまして、この次世代シーケンスのデータベースをメインでやらせていただいております。で、最初にお断りから入りまして、非常に恐縮なんですけれども、今日はそのなんかデータ解析みたいな話は、出てきません。あとデータベースにデータを登録するっていう作業が、データを出した後は必要なんですけども、そういうデータの登録の話も、出てきません。で、じゃあ何の話をするかというと、研究をサポートするような公共データのお話をさせていただこうと思っております。で、今日ですね、こちらの資料を用意してきたんですけれども、スライドが100枚ぐらいありまして、多分喋りきらないので、ちょっと飛ばし気味といいますか、概要だけ、喋っていきたいなと思っております。で、このスライドがですね、講習会のページのですね、僕の、セクションのところに PDF でリンクが貼ってあります。で、そちらを、後ほど見ていただければいいかなと思うんですけれども、あとちょっと文字が小さいかもしれないので、今ダウンロードしていただいて、それを見ながら、話をちょっと聞いていただいたりとか、手を動かしていただければいいかなと思っております。で、本日の内容なんですけれども、まず、最初にこの CK3 アカデミー、以下 SRA というふうに呼びますけれども、このデータベースについて、簡単にご紹介させていただいて、でその後にこの SRA というデータベースに対して我々 DBCLS が、やっている取り組みについてご紹介します。でその後にですね、NGS のデータの検索と利用の実例ということで、どういうふうにデータを検索して、どういうふうに使うかというようなことを、紹介させていただこうと思います。で、最初にまずこの、データベースの紹介なんですけれども、概要としましては、このデータベースはですね、普通の今いわゆるイメージするデータベースとは少しちょっと、変わっておりまして、NCBI、アメリカの、メリーランドにある、NCBI と、EBI、ヨーロピアンバイオインフォマティクスインスティテュートですね、と、日本の DDBJ の3局が共同して運営するという体制になっております。で、超並列型シーケンサー、俗に次世代シーケンサーと呼ばれる、機械から出てくる配列のデータを、受け付けて、登録をして、でそれで公開をするというようなことになっております。で、ただ一つ、ヒトゲノムとかですね、個人情報が関わってくるような情報はここには入らずに、それは別に、DBApp とか EGA とかいう別のデータベースなんですけど、そちらの方に、登録されることになっております。で、このデータベースで、公開されているデータっていうのが、配列のデータ、シーケンサーから得られた生の配列のデータと、サンプルや実験について、記述したメタデータと言われるもののデータが公開されることになっております。で、これがですね、その3局、左にアイコンが3つ並んでいるのが見えると思うんですけれども、NCBI と EBI と DEBA からなる、IMSBC という組織です。でこちらのページはですね、ポリシーとか、ドキュメントが置いてあるだけで、ここには、データはありません。で、この3局がその INSBC のメンバーなんですけれども、でそれぞれが、ウェブサイトを持っておりまして、そのどこからでもデータを、検索したり、ダウンロードしたり、またデータの登録ができるような感じになっております。で、この3つのウェブサイトを簡単に、紹介していこうと思います。でまず NCBI なんですけども、NCBI の SRA というところを検索してもらうと、こういうページが出てきます。で、検索があったり、ちょっと変わっているのは、その、次世代シーケンスから出てきた配列のデータに対してブラストをかけたりできるようなサービスもあります。
で、検索を進めていくとこういうのような感じで、検索の結果が表示されまして、で、まあ、シーケンスの詳細のボタンをクリックしていただくとこういうような感じ、下の方にですね、丸で囲ってあるところに、シーケンスのダウンロードのリンクがあるというような形になっています。ちょっと、この辺は早く説明しますけれども、後で気になる方は資料を、読んでいただければ細かいことが書いてあります。で次にですね、この EBI ですけれども、こちらは、SRA と呼ばれるその次世代シーケンスから出てきたデータと、これまでのいわゆるジェンバンクとかエンブルバンクとかと呼ばれていた、配列データと同じところが、運営されていますので、ここで検索すると、同じカテゴリーの中で、検索結果が出てきます。でこの中からですね、結果に、次世代シーケンスの、セクションがありますので、ここをクリックしていただくと、そのシーケンスの詳細が出てくるというような感じになっています。分かると思うんですけれども、先ほどの MCBI のページとは、だいぶレイアウトも違って、表示している情報もかなり、元は同じなんですけれども、表示の仕方とかが結構変わっているのが分かるかと思います。で次に、最後に DDBJ なんですけれども、実はここの DDBJ のお話はですね、この後にですね、遺伝研 DDBJ の、中村さんがお話をしてくださるので、ここでも簡単に、紹介するにとどめておきます。でこちらが DDBJ の、次世代シーケンスのデータベースである、まあ DRA というふうに呼ばれているページであります。でここで、まあ、検索や登録ができるんですけれども、ここで検索のボタンを押してもらうと、DRA Search という検索のページが出てきて、ここでデータを探すことができるようになっています。でこう進めていくと、また同じように、まあ、レイアウトは違いますけれども、データのダウンロードができるようになっているんですが、ちょっとここを見ていただきたいのは、右の丸で囲ったところを見ていただくと、ここに、ダウンロードのボタンがあるんですけど、灰色になっているのが分かると思います。これは何でかというと、わざとこういう例を持ってきたんですが、ここをクリックするとですね、何も、情報が表示されないと。これは、データが登録はされてるんだけど、配列のダウンロードができない例というふうに、なものになります。でなんでそういうものがあるかというと、いろいろな事情で、データは登録されたものの、取り下げられたりとか、ということが、よくあるんですね。でそういうふうになると、こういうふうにレコードが残っているけどもデータがダウンロードできないというものが稀に、あります。でこの理由はですね、すみません、これは、データがダウンロードできるものの例です。これを見ていただくと、その配列の情報がきれいにこう左に表示されているのが分かることも、さっきはなかったんですけれども、で、さっきのなかったものは何でなかったのかっていうのは、NCBI とかのページに行って同じような、同じ ID で検索をするとこういうように出てくるんですけれども、レコードイズリムーブドというふうに書いてあるので、これは1回登録された後に、取り下げられたというようなことが、分かります。と、こんな感じで、3つそれぞれのウェブサイトに検索の機能があって、ダウンロードの機能があってっていうふうにあるんですけれども、まあ、ここで、本当は手を動かしてもらって、実際に興味のあるデータをダウンロードしてもらうっていうようなことを、やれればいいんですけど、本日はちょっとあんまり時間がないものですから、ここは、後ほど、ご自分でやっていただければいいかなと思います。で、ポイントはですね、3局が、まあ、アメリカとヨーロッパと日本と、3局、世界三大 DNA データベースと呼ばれますけれども、それぞれが、機能を開発しております。しかし、まあ、後ろにあるデータ自体は同じなので、どこから検索しても同じ結果が返ってくるというようなデータベースになっています。またその先ほど紹介したように、ダウンロードできないデータというものも、あります。で、まあ、これはいろいろ理由がありまして、まあ、登録者によって取り下げられるということもありますし、例えば日本で登録したデータが、アメリカやヨーロッパで検索できるようになるまでちょっと時間がかかるとか、そういうようなことも、起こりうるということを覚えていただければと思います。
また、先ほどその検索の例をいくつか簡単にお見せしたんですけれども、そこに例えばキーワードを、入力して検索するんですが、そのキーワードが何を対象に検索しているかというと、その配列と一緒に登録されたメタデータっていうものに対して、検索を行います。なのでそのメタデータを書くのは配列を登録した、研究者なので、その方が書いて何も、該当することを書いていなければデータが見つからないというようなことを注意していただければと思います。で、このメタデータっていうのがですね、ちょっとこの、データベースを使う上で、ややこしいというか複雑なところなんですけれども、このメタデータっていうのを簡単に図式化し、簡単に書いてもこういう難しい感じになってしまうんですけれども、サブミッション、登録の情報を書くところと、スタディ、研究プロジェクトについて書くところと、実験とサンプルとシーケンスのランと、あとは、データ解析について書くっていうメタデータのオブジェクトがあるんですが、こういうふうに結構複雑な関係になっております。で、サブミッションっていうのはですね、登録全体をこうまとめるための、データなので、これは取り除くと、一つの実験に対して、いくつかの、一つの研究プロジェクトに対していくつかの実験があって、それぞれの実験が、サンプルを持っていて、シーケンスの欄を持っていてというような関係が、一番簡単な例なんですけれども、このようにこういろいろなこう分かれて記述されている情報をもとにデータを探していくっていうような作業が必要になってきます。で、それぞれはですね、ID っていうのが振られてまして、でこれはもう複雑なので、あまりここで無理をして覚えていただいてもしょうがないので、後で見ていただければいいかなと思うんですけれども、こういうように、プロジェクトだったら P、エクスペリメントだったら X というような感じで、それぞれ違うのが分かるように ID が振られているというのが分かるかと思います。で、今お見せしたように、そのメタデータのオブジェクトというふうに呼びますけれども、それと ID の関係というのは結構複雑になっております。ですので、それ自体をですね、全部、覚えなきゃいけないというよりかは、そのどこにどういう情報が記述されているかっていうような、ことを把握するのが、このデータベースで情報を探すときに大事なことかなと思っております。で、詳しいことはですね、DDBJ の、ページにドキュメントがありますので、こちらを見ていただければいいかなと思います。それから、シーケンスデータを出す研究者は、もう今世界中たくさんいますから、それぞれの研究者が、自分のサンプルや、どういうシーケンスをしたかっていうようなことを記述するんですけれども、書く人によって親切にすごく丁寧に書いてくださる人もいれば、あまりこうシンプルに単語だけ並べているような人もいまして、結構差があるんですね。なので、そこに書いていない情報はやっぱり見つからないというのが、このデータベースで探すときにちょっと難しいところでもあります。で、ここまで、すごく早く説明してきましたけれども、ポイントとしては SRA っていうこの次世代シーケンスのデータベースは、3極 NCBI、EBI、DDBJ の3極によって、運営されており、また、そこで配列のデータを探したいと思ったときには、登録者によって書かれるメタデータというのが重要になってくるというところを、押さえていただければいいかなと思います。ここまでで何か質問ありますか？次に行って大丈夫ですか？じゃあ、そのまま次に進みますと、そういう簡単に紹介しましたけれども、次世代シーケンスのデータベース SRA をより、便利に使うために、我々 DBCLS の方ではいくつか技術開発を行っておりまして、研究開発ですね、行っておりまして、それについて次は紹介しようかと思います。で、何をやっているかといいますと、先ほどお話ししたように、3極は、データを受け入れてそれを公開するっていうのが、メインの仕事になりますので、なかなかそれ以外というか、ユーザーが便利に検索をもっと便利にとか、そういうところになかなか手が回っていないのが現状なので、我々はそれを解決するために、次世代シーケンスのデータベース、配列のデータベースに他のデータベースを、統合、つないだりですね、
つなぐことや、まあ検索機能、もっと便利な検索の機能はないかというふうに新しい検索の機能を開発したりとかですね、あとはそのもう日々、まあ、最近ビッグデータとか言われてますけれども、実在シーケンスのデータはすごいたくさん量が出てくるので、それがたくさんどんどんデータベースに溜まっていくと一体どういうデータが中に蓄積されているのかというのも分からなくなってきているので、まあ、統計処理を行ったりとかして、そういうデータベースが今どういうふうになっているのか、まあ、それは翻ってその次世代シーケンスを使った研究の動向みたいなものが、分かるようになるんですけども、そういう、まあ、トレンドというか、まあの解析を行ったりしております。でそれを、研究開発の成果をですね集めているウェブサイトがありまして、でこれが dbcls.sra と我々で読んでおりまして、で sra.dbcls.jp という簡単な URL に、行っていただくと、それがあります。でこれはまあ、今実際にブラウザでアクセスしていただいて、構わないんですけれども、まあ、一緒に見ながら、聞いていただければと思います。まあ、もちろんスライド見ながらでも大丈夫。でこのページでは、まあ、何をしているかといいますと、まあ、この一番最初にちょっとかわいい、タイトルがありまして、その下に、まあ、簡単な検索機能が、置いてあります。でその下に進んでいただくとですね、データベースに今、入れられているデータを、実験の種類、実験の種類といいますと、まあ、DNA シーケンスだったりトランスクリプトームのシーケンスだったりジェネティクスだったりというような、まあ、いくつか、データベース側で決めている枠組みがあるんですけども、まあ、それに沿ってどういうタイプの実験のデータが多いか、ここに書いてあるのはちょっと小さいですけれども、ホールゲノムシーケンス、全ゲノムシーケンスが今一番多いと、まあ、これはもうずっと昔からそうなんですけれども、圧倒的にゲノムシーケンスが多いというような結果になっております。でその次がトランスクリプトームのシーケンスで、その次がですね、その他になっているんですけれども、その次がメタゲノムだったりとか、そういうような、今どういうシーケンスが多く行われているかということが、ここを見ると分かるようになっています。で、このスライドには書いてないんですけれども、実際にページにアクセスして見ていただくと、どういうシーケンサーが一番使われているか、これはもう、イルミナのハイシークっていう一番ハイエンドのシーケンサーが、まあ、データを出す量が多いからっていうのがあるんですけれども、多く使われているというのがグラフを見ていただいて分かるかと思います。あとはまあ生物種ですね。生物種は人であったり、まあ、マウスであったりとかが今一番多いところかなというのが見ていただけると分かると思います。でこういう統計の情報をここで公開して、まあ、どういうデータが入っているかということを、まあ、情報を公開しつつですね、他の、新しい先ほど紹介したような、まあ、他のデータベースや他の情報をつないで、検索できるようにするということも行っています。でここで2つ紹介しますのが、まずデータを文献情報から探すということと、もう一つデータを疾患の情報から探すという機能を提供しています。でまず文献情報ですね、これはその配列のデータベースに対して、まあ、いわゆるパブメドのような文献のデータベースを、統合して、文献から検索できるようにしたというものなんですけれども、これが、まあ、なぜそういうことをしたかといいますと、先ほどご説明したように、登録した人が書いてくれるメタデータっていうのに、例えば実験でこういう作業をしてこの試薬を使ってというような細かい作業がやっぱり書かれないことが多いんですね。でそういう情報はどちらかというと論文のマテリアルランドメソッドとかそういうところに書いてあることが多いと。ではじゃあその配列データを出した実験の結成果として発表された論文と配列データを結びつけてあげれば、そういう情報にたどり着けるのではということで、こういうことをやっています。で、先ほどの、ページのですね、文献情報から探すというところをクリックしていただくと、こういうページが出てくるんですけれども、これは、文献のタイトル、まあ、とあとパブメドへのリンクが貼ってあるんですけども、それと、配列データへのリンクが、紐付けられたテーブルがここで出てくるような形になっております。でこのテーブルの上の方にですね、丸で囲ってあるところがありまして、ここに、まあ、例えば生物種であったりとか、生物種とか、シーケンサーの種類とかを指定してあげると、それに該当するアイテムが出てきて、今どういう論文が出されていて、その論文のデータされたデータは何かというようなことが、ここで見られるような形になっております。で次にですね、疾患情報、先ほど2つ目に紹介した疾患の情報の統合ということになるんです。
ですけど、これが、先ほどそのメタデータ、メタデータとかずっと言っておりますけれども、そこに書かれるのは基本的に実験に関する最低限のことが多くてですね、サンプルの、種類であったりとか生物種であったりとか、あとはシーケンスの実験に関してなので、その裏の情報はやっぱり先ほどの、ご説明したように論文に書かれることが多いと。じゃあ疾患に関係のある、こういう病気について研究をした、データはないかなといって探すときはやっぱり論文から探すのがいいんですけど、論文に対してその疾患を調べるというのもちょっと難しいので、論文に、付けられるパブメドにですね、メッシュターム、ここにちょっと書いてあるんですけど、メッシュタームっていう、タグのようなものが論文についているので、それを参考にして、それを利用して、疾患の情報をキーにしてデータを検索できるというような機能をこう調べてしておきます。で、先ほどの、疾患情報から探すというところをクリックしていただくと、こういうページが出てくるんですけど、まず、疾患から眺めるという一つ目の、頻度別っていう風にすると、この頻度っていうとちょっとこれは分かりにくい単語の使い方かなという気もするんですけども、これはそのいわゆる、データベースの中にどれぐらいのデータが含まれているかという、本当に数データの数でランクしたようなものになっております。一番、多いのが遺伝的要因過去疾患というふうになっておりますが、その下にこう見ていきますと、マラリアとかがありましたり、肥満とか、こういうような、分類分けでデータを探すことができるようになっております。でもう一つですね、疾患から眺めるっていうところに疾患カテゴリー別という、ページがありまして、でそちらを使っていただくと、その疾患の、単語がこう対構造で、分けられた、コントロールドボキャブラリーといいますけれども、その疾患の関連性を対構造で見ながら、そのどの該当するデータがあるかっていうのを、見ながら、でボタンをクリックすると検索して、データを見るというようなことができるようになっております。で、このように、今2つご紹介しましたけれども、文献であったり、疾患であったり、そういうような、個別の、検索機能とか、あとは先ほどの統計の機能とかですねっていうのを組み込んで、DBCS が独自の、検索機能というのを、公開しております。で最近、新しくなって、新しくなったので、ちょっともしかしたら動かないことがあるかもしれないですけど、先ほど確認しましたら、インターネットエクスプローラーではちょっと途中できれいに表示されないところがありますので、これから紹介していくんですけれども、もし手元のコンピューターで見られるのであれば、Firefox で見ていただければいいかなと思います。で、この検索機能というのは何を目指したかというと、よりユーザー志向の検索機能ということで、ちょっとこういうふうに書いておりますけれども、どういうことかというと、最初に紹介した MCBI、EBI、DBJ の検索機能というのは、全ての、データを、管理するという観点から、レコードを閲覧するというような、いうような検索の意味合いが強いですね。そうすると、紹介したように、ダウンロードできないデータが出てきたりとか、取り下げられたデータが出てきてしまったりとかいうことがあって、データをダウンロードして使いたいユーザーにとってはあまり、都合が良くないこともあるわけです。そういうところを、省いていこうというようなことと、あとは、より多くの情報を検索に反映させる、先ほどの、文献の情報ですとか、統計の情報ですとかっていうのを検索に使っていくと。あとこれは今回はそんなに詳しく説明しないんですけど、一応自動化っていうのに対応してまして、プログラムを書いて、アクセスすることで、何百件何千件とかっていう検索が、自動でできるようなものにも対応しております。でこれがですね、先ほどのと同じ sra.dbcls.jp の後にスラッシュサーチとつけて、アクセスしていただければ、ページが出てくるんですけれども、左側のこちらに絞り込み検索で、もう一つこっちはフリーワード検索という2つの検索機能がここで、準備してあります。で実際にちょっと簡単に、フローを追っていきたいんですけども、左側の絞り込み検索のところに条件を入れて、サブミットしていただくと、その条件がですね、今は、マウスの、トランスクリプトームで、イルミナのマイスイープを使っているデータはどれくらいあるかという、条件で今検索した結果がこちらなんですけれども、その条件に該当するのは多分3つだけ、ここにあるというふうになっています。
3つしかないのかっていうふうな形になって、でなんで3つしかないのかっていうのが今までの検索では分からなかったんですね。何が悪くて3つしかないんだろう、そうっていうのが分からなかったんですけれども、下のグラフを見ていただくと、マウスのデータも少ない、トランスクリプトームはまあ大体 20%、30% ぐらいあると。でもマイスイクを使ったデータが今あんまりデータベースに入ってないから、このデータはまあ3つしか当てはまらなかったんだなとかいうのが、このグラフを見ながら、やると、分かるんです。ですからここの、検索結果を増やしたいなと思うと、シーケンスの条件をまた変えてあげると、別のシーケンサーにしてみるとか、シーケンサーを指定しないとかいうことで、解決するなというのが分かるので、ユーザーにとってはどういう検索を次にしたらいいかというのが分かりやすいかなと思っております。で、その結果をですね、クリックして飛んでいくと、まあ、こういうふうなテーブルが出てきてですね、結果が見られまして、でその後、まあ興味のあるものをクリックしていただくと、文献の情報が合わせて、表示されて、でまあ、こういうふうにですね、まあ、マテリアルランドメソッドとかも見れるように、ここに、リンクがありまして、でさらに、シーケンスの情報について、このように、テーブルでまとめてあるというような形になっています。であとはまあサンプルの情報が下にこうテーブルで並んでいて、であとは個別のシーケンスについてですね、シーケンスのクオリティっていうのがどれぐらい良かったかっていうのが、ソフトウェアで計算できるんですけれども、まあ、その計算をこちらであらかじめやっておいて、ここで結果を表示するというようなこともやっております。で、まあ、今簡単にこうさっとスクリーンショットをお見せしながら説明したんですけども、まあ、その検索の可視化、あとはまあ論文情報も含めてキーワードの検索ができるということと、あと最後にお見せしたクオリティの情報ですね、リードの情報をダウンロードする前に確認するというようなことができるようになっています。で最後のリードの情報が確認できるというのが意外にこれは大事なところでして、例えばこうデータを見つけてダウンロードするんですけども、次世代シーケンスのデータは最近はもう10ギガとか20ギガとか50ギガとか、ものによってはもっと大きいものが、それがなんか20、30、100とか出てくるので、それをこうダウンロードするのにものすごく時間がかかるんですね。でなのでその興味のあるものだけを絞ってダウンロードするっていうことをやりたいんですけれども、なかなかこう検索して条件を見ているだけでは、それが難しい場合があるので、このようにリードの情報をこう個別に、計算して、見れるようにしておくことで、まあ、本当に必要なデータだけがダウンロードできるというような感じで、検索ができるようになっております。で、ここまでをまとめますと、まあ、DBCLS で提供している DBCLSRA のウェブサイトは、MySRA の機能拡張というふうに捉えていただければいいかなと思っています。こちらはデータの登録とかは受け付けておりませんので、まあ、DDBJ、EBI、NCBI の、データの登録は入れていただければいいかなと思うんですけれども、まあ、SRA の状況を把握するための、まあ、先ほど そのランキングとかですね、とか、データをまあより探しやすいような検索の機能というのを、開発して提供しています。で、まあ、これはもう繰り返し言っておることなんですけれども、配列データのまあ登録と検索にはまあメタデータが重要だと。まあ、ここに関しては、まあ、繰り返し言っておりますけれども、まあ、これを理解しておくことで、まあ、検索がより便利にできるようになると思っています。結構早口で喋ってますけど大丈夫ですか？何かご質問とか今までので気になったとか、そこを見せてくれとかっていうのがありましたら大丈夫でしょうか？じゃあ、今までですね、まあ、簡単にですけれども、シーケンスリードアーカイブというのはどういうデータベースかということと、それに対して我々 DBCS を行っている取り組みというものを紹介してきました。で、簡単にですが、追ってきたので、これらを使って実際どういうふうに、検索を行うのかというのを、スライドでこう追いながらご説明していきたいと思います。なので、ここからは、まあ、スライドを見ながらでも構いませんし、ご自分のブラウザで、アクセスしていただきながらやっていただいても、大丈夫です。で、まあ、まずその大会別の公共データの利用例というのふうに、書いておりますけれども、まずどういう時に公共のデータを使うのがいいのかというか、どういう時に使えるのか、使うチャンスがあるのか、使い方があるのかということなんですけども、まあ、いつでも使えますというのが僕らの立場でして、これからシーケンスをする
という方が、まあ、もしかしたらこの中にいらっしゃるかもしれないですけれども、まあ、まだシーケンスはしたことないけれども、まあ、シーケンシングでデータを出したりするかもしれないというときはですね、まあ、これからシーケンスをする、目標の、まあ、対象の生物種であったり、あとはゲノムなのか RNA なのかというような条件で、データを検索していただいて、でこういうシーケンスをするとどういうデータが出てくるのか、でそのデータを、解析するときはどういうことをすればいいのかっていうのを、そのデータと論文を見ながら、手元でシミュレーションができるというようなことが利点があると思っています。また今現在、シーケンスをやっている方っていう、研究者の方には、そこで似たような、データをですね、落としてダウンロードしてきて、でそれと、結果が妥当かどうかっていうのを比べて、比較してみると、まあ、そういうふうなことを結構論文にするときとかにも、言われることが、多くてですね、自分で出したデータと、あとそれだけで解析するのではなくて、公共のデータベースにある似たようなデータを落としてきて、その自分の、シーケンスのデータなり解析した結果が妥当かどうかっていうのをチェックするということが必要になることがあります。また、完了したシーケンス、まあ終わってもデータの解析ができたっていうシーケンスのプロジェクトに対しては、まあこれも、禁煙種のデータを落としてきたりとかですね、あとは例えばゲノムのデータ、RNA シーケンスのデータをやったのであれば、その後に例えばその転写開始点のデータを拾ってきて、それと、組み合わせて解析をしてみるとか、そういうような、利用方法が考えられます。で、こういうようにですね、データの利用の仕方自体にはですね、結構いろいろなやり方があるんですけども、その検索と利用で必要なことっていうのがいくつかあります。まず、大事なのは、まだ皆さんそのシーケンスをあまりやられている方がいないということだったので、この辺はちょっとどれぐらい説明したらいいのかというのが分からないですが、まあ、実験によってですね、まあ、リードスペックを把握するっていうふうに書いてありますけれども、例えばゲノムのシーケンスをするときと、まあ、RNA のシーケンスをするときと、あとはまあチップのシーケンスをするときというふうに、いろいろその次世代シーケンサーを使った、実験の幅っていうのはもうどんどん広がっていて、まあ、どんどん新しい応用の手法が出てきているんですけれども、まあ、これらの実験の種類によってどれぐらいの長さのシーケンスをどれぐらいの量を読んだらいいかっていうのが、まあ、変わってくるわけですね。で、まあ、例えばじゃあトランスクリプトの、RNA シーケンスをやろうっていうふうに決めたときは、例えば RNA シーケンスはすごくたくさん量を読まなきゃいけないアプリケーションなので、たくさん、リードが読めるシーケンサーじゃないとダメだということになるので、まあ、次に、例えばご自分のところにシーケンサーがあれば、それがどれぐらいのシーケンスができるのかっていうことを把握しているっていうのももちろん必要ですし、例えばその今は受託でですね、まあサンプルを送ってシーケンスしてもらって結果を返してもらってっていうのもたくさん、ありますし、もう頻繁にやられていますので、受託にな、サンプルを送るときはこういうシーケンサーでこれぐらいのシーケンス量で、シーケンスしてくれというようなふうなことを、まあ、伝えなきゃいけないわけですね。でそこになってくると、まあ、どのシーケンサーがどれぐらいの、シーケンスを読めて、どれぐらいの長さで読めてとかっていうスペックをですね、把握しておくっていうことも必要になってきます。でまた、まあ、そういう、まあ、どれぐらいの、シーケンスのリードの量が必要 でこのどのシーケンサーをどれぐらいの、シーケンスができるかというようなことを把握した後は、まあ、ご自分の研究されている対象の生物種であったりとかですね、まあ、細胞とかにもよりますけれども、まあそれと、その生物種と実験の種類、まあ、トランスクリプトンのゲノムっていうものを組み合わせて、どのシーケンサーを選択すればいいかというようなことを、選んでいくということが必要になっています。でこれは実際にシーケンスをするときにも必要なんですけれども、例えば先ほどお伝えしたように、シミュレーションをしたりする場合にもこれが大事なことになってきまして、自分の生物種、まあ、自分がやろうとして考えているプロジェクトではどれぐらいのシーケンス量が必要なのかということを、まあ、調べたり、まあ、似たような研究をしている人に聞くというのも、まあ、一番いい手かなと思うんですけども、そういうことを、情報を把握しておく必要があります。でこの表はですね、細胞工学の別冊の次世代シーケンサー目的別アドバンストメソッドっていう、本から取ってきた表なんですけれども、例えばここに、左にですね書いてあるのが、まあ、代表的な
次世代シーケンサーでできる実験の種類で、まあ、ヒトゲノムのシーケンスであったり、あとはまあターゲットリーシーケンスといって、まあ、ゲノム上のターゲットで、増幅した部分だけをシーケンスする、あとはまあエクソーム、まあ、エクソン領域全部をシーケンスするとか、まあ、RNA シーケンス、まあ、転写開始点の TSS シークに、スモール RNA ですとか、まあ、微生物ゲノムだったり進化生物のゲノムだったり、あとはバイサルファイトシーケンス、メチル化のシーケンスですね、あとはまあチップセットとかいうようなシーケンス、まあ、これは本当に代表的なものだけど、今ではもっとたくさん種類があって、まあ、同じ現象を観察するのにも別の手法があったりというような形なんですけども、まあ、それぞれ見ていただければ分かる通り、どれぐらいの、総塩基数を読めばいいのかというのが結構変わってきます。でまたそのリードの長さっていうのも、割と重要になってきます。これは解析するときにそのリードの長さが足りないとこれができないとかいうことが、まあ、よくあるんですけども、例えばまあ100ベース ×2 って書いてあるのは、100ベースと100ベースをつないだペアエンドっていうシーケンスをするっていう意味なんですけども、まあ、50であったりとか、まあ、いろいろ変わってくるわけです。でその後にリード数、これは、100万リード単位なんですけども、まあ、1000万リードぐらい読まなきゃいけないものから、まあ、1億リードぐらい読まないといけないものまで、まあ、いろいろあるわけです。ただこの、表もですね、実は、これがずっと5年後10年後と同じかというと実はそういうわけではなくて、シーケンサーの、性能が上がっていくごとに、これはまた変わっていく、もしくはその解析の手法によっては、まあ、これぐらいあれば大丈夫、まあ、もちろんその観察する対象にもよるんですけども、まあ、結構上下してくるものなので、まあ、このままやればいいというわけではないんですけども、こういう情報を把握しておく必要があります。で今ですね、ご紹介したこの次世代シーケンサーの区別別アドバンストメソッドっていう本は、去年の9月ぐらいですかねに出たんですけども、まあ、こういう一通り次世代シーケンサーでできることっていうのをきれいに、紹介して、いただいておりまして、まあ、この後にお話しされる中村さんも確か、書いている部分があったと思うんですが、DDBJ のページでしたについて書かれてたりするんですけども、この本もう、すごいいい本なので、まあ、なんかすごい宣伝してるんですけども、もし興味が次世代シーケンスをやろうかなというと最初の一冊にいい本かなというふうに思っております。まあ、別に宣伝して頼まれてるわけではないんですけども、で、まあそういうふうに、どの実験をするかっていうのを決めた後にどれぐらいのシーケンスをのリードを読めばいいかっていうことが分かった後は、じゃあどのシーケンサーを使うかっていうようなことを決めなきゃいけないんですけれども、まあ、そのシーケンサーっていうのも例えば、こちらに富山大学にマイシークが、まあ、マイシークとかマイシークとかマイセックとかなんかいろんな呼ばれ方してますけど、マイシークが入ってるというふうに、伺ったのでここに書いてあるわけで、別にイルミナさんに頼まれてるわけではないですけども、まあ、マイシークは、一番最初出た時は 1GB トータルで読めたのかな。でそれが、最近までは 7GB か 8GB ぐらいまで読めるようになってたんですが、同じ機械でもその試薬をですね、アップデートというか、まあ、新しく発売された試薬を買ってそれを使ってシーケンスをするとその2倍 15GB だったかなぐらい、シーケンスができるようになるというようなことが、つい先週ぐらいに発表されております。先週だったかな。でこのように、同じシーケンスの機械でも、例えばソフトウェアだったり試薬だったりとかっていうのがアップデートすることで、まあ、性能が上がるということがよくあるので、まあ、これは手元にシーケンサーをお持ちであれば、例えば営業さんとかに聞いて試薬の情報とかを、教えていただければ、教えてもらえばいいかなと思うんですけれども、まあ、そういう今どれぐらいのシーケンスの量が読めるのかっていうのを把握しておくっていうのも、結構大事になります。だいたい半年か1年以内にはこういう情報はどんどん、変わってる印象があります。この 2,3 年ぐらいですけれども、まあ、新しい機械も出ますし同じ機械でもどんどん性能が上がっているっていうことを、ちょっと覚えていただければいいかなと。で今のような、まあどういう実験をやってどういうシーケンスを使ってっていうようなことがある程度把握できましたら、まあ、実際に自分でご自分でシーケンスをされることもあるかと思うんですけれども、まあ、ここではですね、まあ、シーケンサー
がなくてもですね、公共のデータを使ってどういうようなシーケンスをやっているかというのを追っていくということをやってみたいと思います。で、例としてですね、マウスの、遺伝子発現の研究例を、公共データベースで探すということをやってみたいと思います。で、ご自分で手を動かしてやっていただきたい方は、ここでブラウザを開いていただいて、Firefox の方がいいんですけども、Firefox で、ブラウザを開いていただいて、この sra.dbcls.jp/search っていうところに行ってみてください。で、もうできる方はどんどん資料を見てやっていただいて構わないんですけれども、左の、生物種を入れるところに、タイプしてモスモスケラスっていうふうに入れてもらえれば、予測で勝手に保管してくれると思うので、それで入れてもらって、でその後にですね、スタディのタイプにトランスクリプトームっていうのを設定していただいて、シーケンサーはとりあえず開けておいて、でサブミットコンディションっていうのを押していただければ、こういうような、ページが出てきます。でシーケンサーは指定していないので、100% なんですけれども、下の、グラフを見ていただければ、全体で、マウスのデータがどれぐらいあって、遺伝子発現、トランスクリプトームのデータがどれぐらいあってというのが、グラフになっておりまして、でその2つの条件を合わせた、データがこれぐらいあるというようなのが分かると思います。おそらく313プロジェクト出てくると思います。でここでですね、右上にあります、キーワード欄に、ブレインって入れてみて、脳で発現している、データがないかっていうのをちょっと調べてみたいと思います。でここでブレインって入力してですね、サーチを押していただけると、今度はこんなテーブルの表が出てくるかと思います。ちょっと早いですか。でですね、ここで63プロジェクトおそらく出てくると思うんですけれども、これだけ63個プロジェクトがあるので、それを全部目で、見ていってもいいんですけれども、なるべく多くのプロジェクトが引っかかるように、ブレインという単語が論文のどこかにちょっとでも出てくると引っかかるように検索でヒットするように作っておりますので、ここではもうちょっと絞って、タイトルにブレインって入ってるかどうかっていうのを見るために、ここの、ですね、カラムの下に入力するところがあるので、スタディタイトルの下の欄に、ブレインと入力して絞り込み検索をやってみると、おそらく、数が減ると思います。で数が減りましたらですね、今度はこのそれをまた全部目で見てもいいんですけれども、ちなみにですね、ここで後ろ背景が青くなっているものは、これは論文がもうすでに出されているデータで、他のものは論文が該当する論文がデータベースに見つかってないか、まだ出てないか、どちらかのデータというふうになっています。で、なるべく新しいシーケンスのデータを見たいかなと思いますので、一番左上の Study ID っていうところをですね、クリックしていただいて、もう一回クリックすると、番号の大きい順に並んでくれるかと思います。でこの番号が、大きい方が新しいデータ、後で登録されたデータということなので、新しいデータっていうのが、厳密ではないんですけども、これで簡単に並べ替えができます。で、そうしていただくと、いろいろデータがあるので、どれを見てもいいですし、ご自分でもし気になるものとかがありましたら、それを見ていただいてもいいんですけど、ここではですね、例としてこの、GSE36232 から始まる RNA シーケンス、これはパーキンソン病のモデルにマウスを使ったっていうような、発現解析になるんですけど、これの情報をちょっとクリックしてみようと思います。でそうするとこのように、そのデータの概要が出てきまして、でその下に、プロジェクトで行われたシーケンスの概要がテーブルで出てきます。もしここまでで追いついてない方がいらっしゃいましたら、ここの、search スラッシュビュースラッシュ SRP011204 っていうのを、アドレスバーに入力していただければここまで行き来れます。でこれをですね、見ていきますと、そのどういうシーケンスを押したか
まあ、マウスのトランスクリプトーム、まあ、そういうパーキンソン病のモデルマウスで、まあ、脳のシーケンスをしたっていう内容というふうに書いてあったので、まあ、それで、どういうシーケンスをしたかっていうのが見たいんですけども、24シーケンスがあります。でシーケンスの欄に、ID が1個ずつ振ってあって、で、右を見ていただくと、まあ、リード数が、まあ、3000万から3500万ぐらいの リード数で読めると。でリードの長さは全部40です。なので、まあ、トータルでも 1.2から1.4GB ぐらいの、シーケンスが1個ずつの、1つのシーケンスで行われているというのが分かるかと思います。で次に、注目したいのが、ここにサンプルの ID っていうのが書いてあります。でこれを、見ていただくと、1つのサンプルについて、3つのシーケンスが行われているっていうのが分かります。この上から3つは、違うシーケンスの欄ですけども、サンプルが全部3つとも一緒で、その次も3つあって3つサンプルが一緒っていうふうになっているので、まあ1つのサンプルで3回シーケンスをやったんだというのがここで分かります。で、まあ、こういうケースはよくあるんですけれども、まあ、いろいろ可能性が考えられて、一つは1回のシーケンスだけではシーケンスの量が足りないので、サンプルを3つに分けて3回シーケンスして出てきた結果を合わせて解析をするっていうパターンがあります。サンプルの分割ですね。かもしくはその1回のシーケンスだけではその結果、まあ、NG なので、それを3回やって、まあ、レベルゲートとして3回シーケンスをしたというようなケースがあります。でこの情報はじゃあどこに行けばいいかといいますと、ここにSRI に書いてある情報だけではわからないので、その一番最初にですね、これを検索したときにタイトルに出てきました GSE36232 っていう ID、 これはですね、実は、GEO っていう、まあ、Gene Expression Omnibus っていう LCBI の、データベースの ID なんですね。でタイトルにこれが入っているので、まあ、ちょっとなんでそこでいきなり飛ぶんだと言うとちょっと知ってないとダメなんじゃないかという感じもしますけれども、 GEO のページに行ってこの ID を入れて検索をすると、もちろん Google の検索だけでも出てくるんですけども、で検索していただくと、そちらに詳しい情報がこう出てくるわけですね。で、オーバーオールデザインというところを見ていただくと、3D プリケーツ H4VentralIdGain とか書いてあるので、まあ、先ほどのやつは、サンプルを分割したわけではなくて同じ、サンプルで、3回、別々にシーケンスをしたというようなことが分かると思います。でここで続けて見ていきますと、先ほどの、SRA の情報だけでは論文は出ていないというような感じで出ていたんですけども、実はこちらのデータベースを見ると、サイテーションの情報がちゃんと載っていると。でこれはどういうことかというと、こちらの GO っていう、データベースと SRA っていうのは別々に管理されているので、こちらで情報がアップデートされても SRA で情報がうまく行き渡らなくてアップデートされないっていうことが割とというか、まあ、稀にあるんですね。なので、あちらでなかったからといって、まあ、こうやってこう探して別のデータベースに ID を入れたりして探すと見つかるということが時々あります。でまあ、論文の情報はとりあえず、置いておいて、それぞれのサンプルについて、情報を探すために今度はこちらのデータベースのサンプルの、ところをクリックしていただくと、今度は、詳しいサンプルの処理のプロトコールであったりとか、まあまあ、これはマウスでしたので、マウスのストレインの、情報であったりとかっていうようなのが出てくるということに、出てきます。でですね、でまあ、このサンプルと先ほどの、SRA に載っていたサンプルっていうのの関係がどういうふうになっているのかっていうのが今 ID の情報だけで、どうつながっているのかっていうのがわからないので、これはですねまたちょっと別のデータベースがこうそれをつなぐパイプの役割をしてまして、バイオサンプルっていうここにリレーションズの下にバイオサンプルってところがあるんですけども、こちらをクリックしていただくと先ほどの GEO と、SRA のサンプルを一元管理しているデータベースに、行きます。で、ここで、見てもらうと SRA の先ほどの ID が書いてありまして、で、まあ、あとは、まあ、データのダウンロードリンクも実はあるんですけども、っていうのが、ここで分かります。なので、こういうふうに情報をたどっていって、別のデータベースのサンプルの情報を持って帰ってきて、先ほどのシーケンスのデータをダウンロードする
いやちょっと、回りくどいですね、まあ、これは結構回りくどい例を選んだんですけども、こういうような探し方をするということも、あります。であとはですね、先ほど、飛ばしましたけども、まあ、サイテーションの情報がこちらにあったのでそれを見ていただくと、まあ大抵の場合はパブメドに、リンクが飛んでいるので、こういう形で、まあ、リンクを押していただくと、この論文はパブメドセントラルでオープンアクセスになっているので、まあ、ちょっとそれを確認してみます。で、まあ、普通の、こちらの右上のいつものリンクで飛んでいただいてもいいんですけれども、まあ、せっかく新しくパブメドセントラルが作った PM パブリーダーっていうのがあるので、こちらを今回使ってみたんですけれども、まあ表示の仕方が違うだけでいつもの論文と同じです。で、まあ、全文が出てきて、で、まあ、ナビゲーションを使ってマテリアル&メソッドに飛んでいただくと、ここに、なんていうかな、ライブラリープリパレーション&RNA シーケンシングっていうところと、アナリシスオブ RNA シークデータっていうところが、セクションとして出てきて、こちらを読んでいただくと、まあ、ライブラリー、まあ、のをどういうふうに取って、それをどういうふうに、RNA を抽出したかっていう情報と、出てきたシーケンスをどういうふうにしたかということと、その出てきたシーケンスの解析にどういうソフトウェアを使ったかっていうようなことが書いてあります。こちらは、RNA シーケンスをした後に、FSEC かな、 FSEC のデータに対して BWA っていうツールで出てきた実在シーケンス間のリードを貼り付けて発現の量を見るというような手法を取ったということが、ここを読めば分かるようになっています。でちょっと早駆け足気味で一連の流れを紹介しましたけれども、まあ、簡単な流れを予約しますと、まず条件に合うデータのリードの情報を得ると、まあ、リードの長さ、リードの数、あとはサンプルの情報を探すわけですね。でその後に、まあ SRA に書いてあればそれでいいですし、書いてなければ別の、データベースを探してみる、あとは論文の情報を見てみるなどして、ライブラリの調整の方法であったり、データの解析の情報を得るというようなことが、必要になります。そしてその後に、データ条件に合ったデータをダウンロードして、自分の手元で自分のデータと合わせる、もしくは、シミュレーションがてら、解析をやってみるというような形にことになっていくわけなんですけども、先ほども少しお話ししましたけれども、データがとても大きいですね。最近の新しいシーケンスが出てくるものだと本当に50ギガとか100ギガとか200ギガとかそういうデータが出てくるので、まあ、ダウンロードするのにもう一晩二晩以上かかったりすることもありますし、まあ、ファイルをそれで圧縮されているのですが展開するのにも時間がかかると。でそれぐらいデータが大きくなるとコンピューターで計算するのもすごく時間がかかるので、なかなかこう手元のこういう小さいパソコンで計算をするというのが難しくなってきます。そういう時はですね、まあ、公共のパイプライン、を使って、解析をするというのも一つの手段なので、それを簡単に紹介します。あとはですね、まあ、あとはまあデータのダウンロードについてこちらで簡単に紹介します。で先ほどシーケンスのリードの長さとか数とかが出ていたところで、リードの番号をクリックしていただくとこういうページに行くんですけども、ここではですね、リードの、位置ごとにこうどういう、これはフェードスコアで出ているんですけども、リードのクオリティがどれぐらいかと、この黄色い、バーが、その全体のシーケンスにおける、振れ幅っていうのを表しているんですけども、これが後ろに行ってもこう落ちていないっていうのがいいシーケンスっていう、まあ、判断になります。例えば他にも、まあ、GC のパーセンテージとかっていうのがここで計算されているので、そういうのをチェックして問題なさそうであればデータをダウンロードするということになるんですが、まあ、先ほどのページに戻りまして、右にある FTP っていうところをクリックしていただくと、データベースそれぞれでどこからダウンロードするかっていうのが選べるようになっております。で大体、日本国内からダウンロードするのであれば、DDBJ のページから、FASTQ ファイルっていう、形式で、まあ、一般的な、生データの情報なんですけども、それをダウンロードしていただくのが一番早くて確実かなと思います。で、まあ、DRA サーチからも、最初の方でちょっと紹介しましたけども、ここにダウンロードリンクがあるので、こちらでも同じものがダウンロードができます。
でこれを、開いていただくと、これは、マッキントッシュの画面なので、まあ、ちょっとあの Windows だと違うと思うんですけども、まあまあ、ゲストアカウントっていうのでログインしていただいて、ファイルを開いていただいて、それをローカルに、まあ、ドラッグアンドロップとか保存する、まあ、もしくは FTP の専用ダウンロードソフトを使っていただくのもいいかと思うんですけれども、それでダウンロードすると。でここで、書いてありますけども、圧縮されたファストキーファイルにアクセスできます。でここで、置いてある先ほどの一つのサンプルに3つのシーケンスっていうふうな話があったと思うんですけども、それの1つが1つのファイルになっておりまして、これ1つが 1GB ぐらい、あります。なのでまあ結構ダウンロードには時間がかかるかなと。で、まあ、ダウンロードにも時間がかかりますし、まあ、計算するような大きいコンピューターもないということであれば、パイプラインを利用するっていうのがまあ1つの手だということなんですけども、まあ、実は詳しくはこの後の中村さんのお話でですね、パイプラインの使い方について詳しく、説明があると思うので、ここではもう紹介するだけにしておきますけれども、p.ddbj.nig.h.jp というところに行っていただいて、ログインしていただくと、まあ、インポートパブリック DRA というページがありまして、でここで先ほどのシーケンスリードアーカイブで探したデータの ID を入れていただくと、この上で、シーケンスの解析の計算ができると。いうような形になっております。で、これをまとめます と、まあ本当に駆け足でしたけれども、まあ利用事例、先ほどご紹介した利用事例のように、まあ、文献や、まあ、リードの情報を活用して、まあどれぐらいの どんなシーケンスを今まで、これまでのプロジェクトではやったかとか、どういう解析をしなければいけないかとかいう情報も含めてですね、そういう情報をデータベースの中から探して、でそのデータを使うということが必要です。で、まあ、なかなかやっぱり大きな研究所でも計算機の資源には困っているぐらいですから、こういう解析のパイプライン、公共の解析のパイプライン、まあ、DDBJ だけではなくて、実は最初に紹介した緑色 の EBI でもですね、リソースが、まあ、DDBJ ほどパワフルではないですけども公開されたりしているので、そういうものを使って、手元で解析をしてみるというのが、それをうまく利用していけば、ご自分の研究にこういう公共のデータっていうのをうまいこと組み込んでいけるかなと思っております。でですね、次世代シーケンスの話はですね、やっぱりそのデータの解析が多かったりとかっていうのが、ありまして、やっぱり情報系の人が入り、たくさん参加している背景があると思うんですけども、インターネットで、情報をやり取りすることがすごく多いんです。でいろんなウェブサイトがあって全部紹介したいんですけど、しきれないので、ここにですね、まあ、これはあの後で PDF のを見ていただいてアクセスしていただければいいんですけれども、まあ、この、ここにですね、まあ、リファレンスとリンク集と、あとは、まあ、ブログなんかで次世代シーケンスのことを書いている方もいるので、まあ、そういうようなものをまとめたものをここに、置いておりまして、まあ、僕が全部、書いて、まあ、更新もしておりますので、シーケンスリードアーカイブユーザーリファレンスと書いてありますが、まあ、次世代シーケンス全般の情報を集めておりますので、よかったらこちらを参考にしていただければと思います。では、時間ちょうどいいぐらいですかね。なので、質問があればお受けしたいですが、何かありますでしょうか。まあ、なければ、まあ、こちらのメールアドレスに送っていただいても、あの後日でもいいですし、まあ、先ほどの、まあ、オンラインのリファレンスとかにもいろいろ載ってますので、そちらを見ていただければと思います。で以上です。ありがとうございました。それでは10分間休憩になりますので、次は、2時50分から始めますので、よろしくお願いします。